分一本勝負を行います。長くは220ポンド菊池剛。日の丸特艦巨像菊池剛。265ポンド小橋健太。ヒーズルオレンジ色小橋健太。誰も俺を止められない川田俊明。青コーナー265ポンドドリーファンクジュニア。偉大なる敵さんドリーファンクジュニア。500ポンドアンドレザジャイアント。大巨人その名もアンドレザジャイアント。世界のジャイアントババであります。紙テープ舞う日本武道館。五色七色十色リング上のブルーが染まっております。解説は全日本プロレスの淵正信さんです。さあ淵さん、この顔合わせどうご覧になりますか？そうですね、まあ、僕らから見たらですね、このババアンドレドリー、はい、このタッグは本当夢のタッグですよね。スケールといい、その名前といい、信じられないように組み合わせですよね。いや、僕らがまだ入った頃からのね、もう本当にこの3人が来るなんてちょっと考えられないですよ本当、はい。まあ、今でももちろん考え、ね、考えられないようなチームですけどね。ドリームスカムトゥルー、それが今まさ夢現実となっております。まあ、それをこの3人のチーム、タッグチームが、はい、若い3人がですね、どう向かっていくか、はい、いや本当に僕もちょっと興味ありますね。ご覧の3人組、夢ではありません。そして全日本プロレスを背負って立っていく超世代軍、菊池がリング内残留。馬場とアンドレが下がります。ドリーファンクが先発だ。45分一本勝負のゴングが今高らかに鳴らされました。日本武道館を揺るがすドリーコール、そして菊池コール。リング中央、左に菊池剛、右にドリーファンクジュニア。ローレン老快なドリーファンクジュニア、若さ勢い菊池剛。後ろ取りに来ましたドリー、グラウンドに菊池を持っていきます。しきりに後ろを取ろうとするドリーファンク、背中を浴びせ返していきます菊池剛。1969年第46代の NWA 世界ヘビー級王者にもなったドリーファンクジュニア対します菊池剛。特艦小僧特攻精神、ドリーの頭をロックしていきますがコーナーに押し込まれました。鮮やかな流れるようなエルボースマッシュです。フロントからヘッドロック、再びグラウンドに持っていきますドリーファンクジュニア。後ろを取りに行きます。グラウンド巨体が覆いかぶさってきます。下から逃れました菊池剛。この表情、ドリーを相手に全く臆するところがありません。菊池は蹴りに行きます。エルボーです。ロープに押して振っていきます。アームホイップ捉えられない。ドリーが引きずっていきます。ゆっくりとしたしかし確実な動きがありますドリーファンクジュニア。菊池の寸分の隙を突いて
フォールに持ち込もうとしております。上からかぶさります。ドリーファンクです。日の丸パンツ菊池剛、下から放っていくエルボー、さあ赤コーナー、味方のコーナーに戻ってまいります。川田俊明、ドリーファンクの胸板にチョップを放っていきます。逆水平、ドリー190センチの巨体を入れる。エルボースマッシュ、川田腰を落としました。芸術的なエルボースマッシュ、キックで返す川田。エルボースマッシュ対キック、どちらが上か、キックの川田、キックの川田、川田のキック、両足目をかわしたぞ、エルボースマッシュ、鮮やかですね。そうですね、まあ、今のエルボーとキックのやり合いはまあ互角ですね。はい、ジャイアントババゆっくりとリングラインに入ってまいります。ババ対川田、ババコールが大きいか、川田コールがそれを超えるか。川田の左手を取りましたジャイアントババ、下から睨み上げる川田俊明、足を取られた、早動き、カウント1つ。183センチの川田に209センチのババの体が追いかぶさっていきます。両腕を確実にマットに寄せていきます。まあ、これは見た目よりもちょっときついですよね。と言いますと、おっ、いや、 やはりあの身長差、それから体重差、あ、やっぱり下にいると下にいると上に、ね、いるとだいぶ力の威力が違いますからね。川田のキック、そして小橋健太、血でもあります、馬場に対して臆することない逆水平、血の逆水平が打ち込まれています。さあロープに振っていく、かわした小橋、ショルダーアタック、馬場が飛びました。ローリングクレードルだ、209センチが回る、ババが回るローリングクレードル、小橋健太がババを回しています。そしてホールド、さん小橋も大技を出してきましたね。いや、今ババさんもねちょっとびっくりしたんじゃないですかね。序盤からローリングクレードを出してまいりました小橋健太、思い切ったことやりますね。さあアンドレが飛び出している、アンドレが小橋を捉えた、小橋健太は187センチです。その小橋の顎の上にアンドレの顔があります。身長223センチ、体重200キロ、アンドレザジャイアント、振り下ろされるこの右手の大きさを注目ください。ヘッドバットずっしりと上からまさに2階から落下していきます。ババ、アンドレ、ドリー3人合わせると622センチ、450キロ、ソルダータックル、ドリーが揺らいだ、小橋どうする、菊池につないだ、さあ菊池、菊池強し対アンドレザジャイアント、自らロープに飛んで飛び上がるようなエルボーバット、福さんどうですか。いや、この組み合わせもまあ興味ある組み合わせですよね。菊池はもう思いっきり向かっていってますけどね、はい、飛び上がるエルボーバットですが有効なレンジに入っていない。振り下ろされた右の拳、アンドレ、菊池負けない、食いついていく、ま、体重差がもう2倍以上ありますからね、はい、さあ川田、アンドレに向かいます。まさに世代を越さなければならない長世代軍、川田蹴っていきます。アンドレ捉えた、アンドレ上げるか上げられるか、どうだ川田、アンドレ捉えるか、
バウンド蹴り上げられました。やはり200キロは重い、200キロは涙はありません。足を狙いに行きます。アンドレはドリーにつなぎました。リングインしてきたドリー、ロープに振ります。スピンキック、見事にクリーンヒット、すかさず頭を捉えに行きます。さあ、お、ドリーも捉えてるぞ。カーラの体が持ち上っている。後ろ取ったカーダ、同時めスリーパーに行きます。ドリーをリングの中央はっきり捉えました。さあ、ババが入ってきた。大きなバックスインからのサッカーボールキック、超世代小橋が入ってまいります。小橋対ドリー、掛け声とともにブレンバスターを見舞っていきます。小橋健太カバーです。さあ、グラウンドスリーパーに移行します。小橋、ドリーファンクジュニアにスリーパーをかけていきました。このスリーパーはどうでしょう。まだそうですね、やっぱドリーがうまいですよね。うまく左肩を小橋 の, あの胸に当てて防いでますよ。あ、完全には決めさせません。そうですね、ドリー真後ろにはやっぱ行かせないですよね。はい、この流れるようなエルボースマッシュ、小橋の動きを封じました。そして後ろからフルナルソン捉えてるぞ。人間封鎖ダブルアームスープレックス、高さがあります。ドリーファンクジュニア、29年のキャリアを持つドリーファンク、デビューは1963年です。さあ、小橋、自分の方に流れを持ってこれますか。菊池につないでまいります。菊池さん、この菊池はこの3人から何を学ぶべきなんでしょうか。菊池がですか。はい、学ぶって言っても体格差が違いますしね、ただ菊池に学ぶ、今菊池に必要なのはもうキャリアだけですよ。あ、キャリア4年の菊池、まるっきりタイプが違いますから、はい、ただやっぱりうまさとかそういうのを技と技と技とつなぎとかですね、はい、やっぱり相手との例えば感覚ですね、距離とか。ラリアットを見舞っていた川田俊明、カウントは2つ、起き上がりこぼしチョップです。ドリーファンクジュニアのジュニアの巨体が倒れる、倒される、カバーされた、上が川田、カウントは2つ。川田はもういろそのね、いろんな選手の思い切った行動をやりますよね。思いがけない行動といいますか、多彩な攻撃技を持ってますよね。そう、思い切ったことで本当にやりますよ。さあ、逆のコーナーに小橋がドリーを振った、ラリアット頭を捉えて DDT カバーです。世界のドリーを相手に小橋のギロチンドロップ、2つ目はかわされた。まあ、この3人相手誰を絞るか難しいですけど、やはり強いてあげればドリーファンクでしょうね。はい、そのドリーファンクからババに小橋の体が投げられます。ヤシドミ割り、小橋187センチ軽く回されます。さあ、ババが首を捉えている、ガムサラパンチは菊池剛、後ろを取った小橋、菊池その場からのレッグラリアットだ、ババがたじろいだ、ババさんに今ね、顎に当たりましたからね。さあ、小橋のボディースラム、ニュートラルコーナートップロープから強打されたプレース、いや欲しい欲しい、あと一本、まさにあと一本、小橋健太、ムートルのプレスは完全に入っていた。小橋健、さあ、川田のステップキック、臆することない遠慮のないステップキック、コーナーに押していきます。スカンドラップからの連続、川田の必殺コース、逆のコーナーに振っていった、馬場の頭を捉えます。ボディースラム、さあ、トップロックからのダイビングエゴドロップ、カバーです。
ドリーもよく見ています。ドリーにエルボー、コバスもよく見ている。いやこれはババさんピンチですよ。ババが危ない、ババが危ない、これはピンチですね。さあ、このキックスイトップローからダイビングゲットバット決まったか、大金星か、決まったか。金星がまさに光り輝いて見えてきた。闇の中にはっきりと捉えている。通せない壁を越せるか、見えない壁、意識すれば乗り越えることのできない壁、しかしそれを直視して越えなければなりません。通せない、馬場の16分かわしましたが2発目は食らってしまった。菊池うまいですね、今見たところはね、やはりよく見ていますね、はい、32年のキャリア、菊池の8倍のキャリアを持ちますジャイアント馬場であります。やっぱり1回ダメだったら2回やるというね。佐賀さん抑え込みは菊池だ。菊池も一瞬の隙を突いてまいります。ドリを捉えてフィッシャーマンスープレックスホールドしている。カウント2つ、もう3人でもこのドリーをもう ドリーにもう的を絞って、はい、行く以外ないでしょう。おっとアンドレのカット、菊池は自爆、さあ足を取られた、右足を取られた、ドリーが回る、ドリーが回る、菊池の右足を軸に回るスピングとホールド、だが取った取った、菊池が取った、これは通せない、勝利が見えてきたんじゃないですか。いやー大勝利ですね。ドリーが取った、ドリーが取った、バックドロップが壊したぞ。キックスロープに自ら飛んでエルボー、もう一度飛ぶレッグラリアット、右足取られた、右足取られた、ドリーが回る、ドリーが回る、回転するドリーファンクジュリア、スプリングとホールド変わらカットに入れない、飛ばしも抑えられている、ゲームアップだ。アンドレがコバスを、馬場が川田を抑えている間にドリーファンクジュニア、ファンケルショー、スペリングトーホールド、菊池からギブアップを奪いました。肉体の壁、技術の壁、精神の壁、そして歴史の壁、やはり越えることは難しかった。超世代